武蔵野は2018年に公開された日本のドキュメンタリー映画である。埼玉県南西部、武蔵野地域の所沢市、川越市、三好町、狭山市、富士見野市にまたがる三富神殿。ここでは約360年にわたり循環型農業が行われている。江戸時代、川越藩主は農民に対し、原野だったこの土地に雑木林と農地を 半々の割合で作ることを奨励した。この雑木林は山と呼ばれている。秋、山で集められた落ち葉は小動物や微生物の力を借りで堆肥となり、肥沃な土壌を形成する。剪定された樹木を焼いた灰はカリウム分として土に還元される。近年は雑木林が資材置き場などに転用され、失われる例も増えている。この地の農業は、 2017年に大都市圏で唯一日本農業遺産に選定された。川越市の若手農業継承者一家、伝統農法で茶と、さつまいもの生産を行う三吉町の農家、山の保全を模索する所沢市の環境派農家の3、家族の農家の暮らし、山の再生に取り組む森林管理ボランティアと、伐採された老木を家具として蘇らせる工芸作家の1年を追った。 監督の原村正樹は40年代の川越市民である。本作の制作に向けて2014年11月より農家へのインタビューを開始し、2015年10月に撮影が開始された。2016年4月、埼玉県内の農業従事者らは制作委員会を結成。制作資金の確保と上映に向けたバックアップを行うとともに、個人、 法人の市民プロデューサーを募った。ありがとうございます。